どうも、ヌヌです。鬼武者続きを遊んでいきたいと思います。ここで多分ね、いいはず。閻魔界虫けらめ、よくたどり着いたな。だがここまでだ。ここから先は現場の世界。人間のお前は通せんな。またてめえか、すっこんでろ。くだらねえ化け物でも作って遊んでやがれ。なんだと？人間の分際でこのギルデンスタン様をバカにするとは。まあいい。ならば、私の作り出した最高傑作と戦ってみろ、マーセラス。マーセラス結構強いんだよな。つけやがった虫けらを叩き潰せ。いや、叩き潰されたんだけど。いやいや、起き上がってないから。よし、盾壊した。武器の切り替えがね、立ち止まらないとできないんだよね、このゲーム。無駄打ちでした。なんでこんないいところに丸薬が。回復アイテム 2,3 個ほとしてくれた方が助かるな。
あー、これは助かるね。セーブポイントもある。うん、とりあえず別で保存しておこう。噛まないで。なんだこれ。これって確か倒すと開くんだっけ。来ないな。上にもいるよ。あとこれ出してきてる。生産装置か。まあいいや、先に進もう。なんか結構重要なアイテムが置いてあったような気もしないでもないんだけど。弾薬2つもありがてえ。雪姫、ミミマル様之助、お兄ちゃん、我は現場の王。懐かしいな。ゆめ丸。杯に満たされた生き血を飲み干すのだ。なこれ。
痛い。山之助の活躍で玄馬の野望は一旦は打ち砕かれた。だが明くる年斎藤義達が病死し、暗愚な息子辰沖が国主になると、再び織田軍が美濃へ進発。ついに稲葉山城は落城。ここに斎藤家は没落したのである。この陰に玄馬の暗躍があったかどうかを知る者はない。斎藤家没落後、雪姫は斎藤家とゆかりの深かった堺の豪商今井宗久のところへ一旦は身を寄せたが、一月も経たないうちに忽然と姿を消した。宗久の計らいで南蛮船に乗り世界へと旅立ったのである。その旅には夢丸も従っていた。様之助に教えられた通り、その目で世界を見るつもりだったのである。一方楓は
サマノスケを必死に探し続けたが、見つけることはできなかった。あくる年、サマノスケの叔父の明智光秀に隠密として抱えられ、数々の功績を残したが、14年後、山崎の合戦でその生涯を閉じた。そしてサマノスケは、玄馬を倒した後、妖として行方が知れず、その生死も定かではなかった。オリジナル版のスタッフスクロールですね、これは。アラムシャ、はい、というわけでプレイステーション4版 HD リマスター鬼武者をプレイしてみました。プレステ2版の鬼武者も実況動画で上げているので、よかったらそちらも気になる方はそちらもご覧になってください。まあね、やっぱりね、鬼武者は面白いですね。なかなかアクションゲームそこまで得意ってわけじゃないですけど、まあ楽しめました。まだプレイしたことない方はぜひプレイしてみてください。ご視聴ありがとうございました。毎日18時更新中、最新動画もチェックしてね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。